はい、では今日はこのドスパラのプライム PC ノートですね、NVIDIA の、見えるかな、これ見えないな、 GeForce 540M 搭載の CPU が、とりあえずこれスコアはこんなんですね。 CPU が一番低い 5.9、 CPU が、Pentium B950 2.1GB の2コアです。これを、Core i5 に換装していきたいと思います。起動するかどうかは分かりません。まあ多分ドスパラの CPU で Pentium から i5 に乗せ替えてサクサクっていうレビューを書いてる人がいたのでいけるでしょう。こんなもんなんかな、もうちょっと上、変なもん映ってないよねこれ映るかどうか、バッチリ見えますかね。じゃあこれでいってみましょう。まず電源を抜いて、これもうバッテリーは抜いてください。バッテリー抜いてください。で、まあ、一応電源抜いた後一回電源を押して残ってる電気を放電させてから、解体していきますが、ドライバーどこ行った？ドライバー、分解すると保証が受けられなくなるので、それなりの自己責任で、リスクを伴いますので自己責任でお願いします。外すのはこのカバーですね。ここの引っ掛ける部分のあるところのネジだけ長いんで、ノートパソコンの CPU を換装しようとする際に気をつけないといけないことは、まずそのソケットの形が絶対同じであること今回は、Pentium B950 っていうのは G2 っていう形のソケットかな。なんで同じ G2、 これ第2世代になるのかな、第2世代のインテルの CPU シリーズと同じソケットなんで、今回は第2世代の Core i を買ってみました。あと大事なのが TDP ですね、熱量、 CPU の熱量ですね。それが今入ってるのを超えないようにすること、超えるとちょっと熱暴走で壊れてしまうかもしれません。でぶっつけなんでよく分かってないんですが、これをね、これが CPU なんで、これが外れるようにしていきたい。でとりあえずここから外しましょうか。ここから外していってみて、多分これも外さなあかんのかな。これバネついてますね、バネタイプ、押さえ込むやつですね。これも外すのかな。なぜノートの感想は初めてなんで、いろいろ手間取るかと思いますが、生ぬるく見守っていただければ。これだけじゃ外れないわな。ここに伸びてんのも気になるな。これ外さなあかんのかな。外すんですかね。いや、大丈夫。きっと大丈夫。これなんかさ、なん、あ、いけた。やっぱこれは外さなあかんね。これ外しましょう。ここにもネジがあります。
ネジ外した後、これどこのネジか分かるようにちゃんと分けて置いておいてくださいね。ここにもあります。まあ、ついでにせっかくバラしたんやから、これほら見て、このホコリ、ホコリをこういうのを掃除 しちゃうといいと思います。掃除機にかけることでもないか、このホコリがね、うわ、いや、それやっぱ掃除機かけよう。うらうら、見てください、このファン、あの、なんちゅうのこれ、放熱フィン、ホコリで埋まっちゃってますよね。これがえらい冷却効果を下げるんで、これはもう掃除しましょう。で、これどうやって外すのかな、これも外さんでいいような気がする、めんどくさい。ここにネジがあるんで、多分これを外せば、回せば取れるはずです。おお、回った。動いたよ。はい。で、これここに矢印があるんで、ここ矢印があるんで、この矢印がここ向きになってたのを覚えておいてもらって。新しいコアイゴですけども、ここに矢印があるんで同じ向きにこう刺しますよということなんですが、これ前の人のね、中古なんで前の人のこのグリスが残ってるんで、これはもう一回きれいに拭きましょう。で、なんかこだわる人はあの専用のグリス溶かすやつとかでやるんですけど、僕はもうアルコール入りのウェットティッシュでやっちゃいます。アルコールなんでね、グリス溶かすんで。グリス溶かしますんで。よいしょ。OK。べった塗りやな。で、これウェットティッシュなんで当然水分含んでるんで、まあよく乾かしてから入れた方がいいと思います。特にそうやって油をつけて放熱効果を下げるとダメですね。で、これも回せば閉まるのかな。すげえ、なんか引っかかる、怖。よいしょ、はい、これで OK。 で、どうしようかな、先にちょっとこれ掃除機かけてきます。掃除機かけてきます。で、一回止めます。はい、こっちは、掃除機できれいにしました。向こう側が見えるぐらいですね。でもってこっち側の、ここの部分のホコリと、ここにもフィンがあるんで、ここも吸っときましょう。ファンもね、あんまり効いてないけど、
していきたいと前に、の前に、こっちのクーラーの側の CPU との接点もきれいにしておきましょう。もうグリスがバリッバリに固まってますね。何年前だなこれ。買ったのは2年ぐらい前、中古で買ったのが2年前かな。で、グリスも劣化しちゃってるんで、沸かして、沸かして。どうやってはめるんやろちょっと横編集をこれ、ちょっと待って、何これ、これなんか この辺のここにもあるけど、なんかここにもなんかついてる、これは GPU かな。この辺のチップの放熱もこれでやってるみたいなんで、できたらこのここも変えなあかんかったみたい。これもなんか放熱電熱伝導性のシリコンかなんかやと思うんですけど、今回ないんでこのままいきます。こうか、オッケー。円かな。昔のアスロン思い出すな、このコアの生まれ出しか、あんま乗らんでいいと思う。今このヘラで、このヘラで広げるなり、顔映ってへんやろ。映ってるよね。少ないな。少ない。で、これ結局ヘラで塗るよりさ、ムラが。ここまで神経質にやる必要もないはずなんです。押さえつけるときにムニューって圧力で広がるはずなので、あれあんまり塗りすぎると逆にね、周りにムニューって塗り広が漏れちゃうんで、それはあんまり美しくないのと、下手したらね、漏電とか起こるかもしれない。いいよね、これで。4箇所止めるときの基本なんですけど、最初は対角線上に行きますね。完全にこれ、ここあれやったら、このチップの放熱用やったら、まあいいや、大丈夫、大丈夫、問題ない。さて、このノートPC、プライム PC のここのメモリーなんですけど、やったら接触悪いですね。ちょっとでもずれてたりする。こんな締めすぎると、あ、ネジ慣れちゃうので、ね、こんな締めでいいんです。このメモリーや。で、ほんまね、うまいことはめったつもりでも、ひっくり返したりして、時の衝撃でなんかずれてメモリ認識しなくて起動しなかったりっていうのは多々あるんでね、ここはちょっと繊細ですね。繊細です。で、まあ、これで終わりなんですよね、作業としては。簡単やったな。あとはこの BIOS が認識してくれるかですね。
多分ね、このドスパラの BTO なんで、上位機種で多分同じマザーボードを使ってて、コア i5 搭載モデルがあるはずなんで、BIOS も対応してると思いますんで、起動、まあ、とりあえず、このカバーどうしようかな、はめるだけはめて、起動してみますかね。なぜ閉まらないんだ、何か忘れているかな、ちょっとプラスチックの歪みを利用してこの辺の爪を開けて、これを差し込みまして、どうしよう三脚邪魔やな、三脚を外して、外さんでいいか、この三脚を短足にして、これのビサイドをオブミーで、三脚置く場所がないです、狭い、うち汚い、よいしょ、正面から映したいよね、うん、こんな感じ、うわ顔映ってるし、じゃ行きましょう、普通に行きましたね、コア i5 ですね、5800円で買いまして、うん、でこんだけの手間でアップグレードできちゃう、素晴らしいですね、ハードディスクも一回 SSD にしたんですけど、 SSD に載せ替えた瞬間壊れ上がりましたね、大変でした、いけてるよね、いや、というか BIOS が認識して通過したからいけるよね、うん、おっそ、きたSSD にしたいな、もう一回、ちょっとお金がない、ちょっと遅え、立ち上がり遅え、あ、今回使ったグリスはシルバーグリスですね。まあ、グリスは結構同じで。まあ、あれですよね、グリスなんて。いいの買ったところで高々知れてますんで、いいの買いましょう。まあ、いいの買ったところでそんなに変わらないっちゃ変わらないかもしれないですけど。できるだけ流せるんだったら逃がした方がいいっすよね、ちょっとよいしょ、あ、持ってきて、
インテルコア i5 2520M CPU 2.5GHz。 OK です。あとこれデバイスマネージャーで、確認、あ、今あったな。あ、で、これで今 CPU のドライバーが更新されたんで再起動します。はい、あかんな、再起動が完了しました。コンピューターの、ここは i5 2520M CPU でタスクマネージャーを起動してパフォーマンスを見ると、はい、4コアになってますね。いや、じゃあ6000円弱でこの多分スペックの向上はかなりお得なんじゃないですか。エクスペリエンスインデックスが、前のが見えへんわな。前のが、ペンティアムが、CPU が 5.9 だったんですが、今からちょっとやってみたいと思います。やってみますよ。このサブパソコンはドラゴンネストっていう、まあそんな綺麗じゃないグラフィックの 3D ゲームをするためのって、もこれでバシバシやるんじゃなくて、 2PC でなんかアイテムの受け渡しとかそういうのをするための、まあそんなに酷な使い方はしないやつなんですけど、ドラゴンネストっていうゲームがそのグラフィック性能よりも CPU の依存がでかいゲームなんで、ペンティアムだともう PP やったんで、i5 に変えてみました。まあ多分グラボが 540M っていうそんないいやつじゃないんで、ある程度グラフィックスの処理も CPU の方が、今グラフィックの評価中なんですけど CPU 結構回ってるますよね。電池持つかな。Windows メディアのデコードを調整しています。CPU パフォーマンスを評価していますが、CPU の使用率が上がらない。上がった。さっきのはシングルコアで、今マルチコアでやってるんかな。
100% いかないですね。終わってくんねえかな。あ、終わった。はい。CPU がなんと 5.9 から7.1 になりました。すごいね。6000円でこんだけアップしたってすごいコスパいいですね。はい。おめでとうございました。ありがとうございます。それでは。